落ち鮎の行く辺尋ねる漁師かな。いう川で一夏過ごした鮎が卵を海に、川の流れに身を委ねて海へ下ってゆくのを落ち鮎という。最も正確に言うと、川を落ちるのではなく下るのであり、当然下り鮎でなければならないが、他にも落ちひばりとか落眼という言葉があり、落ちると降りるは混同させされて使われてきた。福島県の方の笑い話に、駅で車掌が落ちる人が死んでからお乗りくださいと残酷なアナウンスをするというのがあるが、死んでを住んでと改めて再映すれば別におかしなことでもない。源平の合戦を彩る数々のエピソードの中に、七の谷の彩り公園の一話があり、これは現在彩り公園の坂落としと呼ばれている。いくら原始の武者たちが勇敢であったとしても、逆さまにここを落ちたら頭の骨でも折りかねない。これは坂の間違い、落とすは馬に降りさせることで、坂下ろし、つまり馬に乗って坂を降りる意味であった。